日本日本の地理日本の気候太平洋側気候である東京のウォンズ日本海側気候である新潟のウォンズ日本の気候では2021年現在日本の領土である地域の気候について記述する。日本国内では太平洋側か日本海側かで大きな違いが見られる。日本海側では日本海の上を越えてくる北西の季節風により冬に雪や雨が多く、 太平洋側では太平洋から吹き込む南東の季節風により夏に雨が多い。また瀬戸内海沿岸や中央高地では年中降水量が少ない。また南北にも長い日本では緯度による気候の差異も大きい。欠片の気候区分において日本はほぼ温帯湿潤気候か冷帯湿潤気候に属し世界的に見ると四季がはっきりしていており。 気温の年角差が比較差よりも大きい。また、降水量が多いこと、梅雨や収林の影響で、降水量の都市変化が大きいことが特徴として挙げられる。地球温暖化や都市化によるヒートアイランド現象が日本でも起きている。日本の平均気温は、長期的には100年あたり約摂氏1.21度上昇している。また、大都市においては、 気温上昇の主因がヒートアイランド現象によるものだと考えても良いという指摘がある。日本における欠片の気候区分日本列島は欠片の気候区分ではほぼ温帯湿潤気候または冷帯湿潤気候に属するものの一部に例外が見られる。例えば1979年から2000年までの平均値によれば青森県や岩手県の沿岸部 道南の沿岸部には西岸海洋性気候が分布する。また、群馬県や宮城県の一部には温帯カウ気候が存在する。富士山頂や大雪山山頂付近にはツンドラ気候が分布する。これは日本に存在する数少ない艦隊であり、基準となる気温の低さと降水量の少なさは、井戸ではなく、標高による要因が種の例外的な場所であるため、 正式な欠片の気候区分には存在しない高山気候という気候の故障が使われることもある。沖縄県の石垣島やイリオモテ島などの一部は熱帯となっている。それらは主に熱帯雨林気候に属するが、例外的に北大東島だけは熱帯季節風気候に相当する気候である。だが、観測が30年に満たないため正式には、 熱帯季節風気候とは認定されていない。また、東京都の小笠原諸島も熱帯であり、南鳥島など小笠原諸島の南部はサバナ気候に属する場所もある。過去に新潟県の一部が地中海性気候に属していたが、定義の変更によって属さなくなった。これによって今現在、日本に地中海性気候の地域は存在しない。また、 アリソフの気候区分を用いると北緯37度線もしくは北緯38度線のあたりを境界として亜熱帯地帯と中緯度気団地帯に分類できる。しかし欠片の気候区分を日本国内に適用しても季節による降水量の変化を区別できないため降水量の変化を考慮する日本独自の気候区分が考案された。この方法については様々なものがある。 例えば、福井栄一郎は1933年2年、平均気温と月平均気温をもとに大きく、北日本、中部日本、南日本に分け、中区分として月降水量と月降水量の都市、変化に基づき10の中気候区に分類した。また、関口武氏は1959年に、気候要素の都市変化に着目した統計的な気候区分を考案した。 この気候区分では、東日本型、日本海型、南海型、九州型、瀬戸内型、その他に区分し、東日本型を東部、北海道型、三陸、上半型、東海、関東型、中央高原型に、日本海型をオホーツク型、東北、北海道型、北陸、山陰型に、その他を南西諸島型、父島型に細分する。 鈴木秀夫は1962年期段や冬の降水量、前線、低気圧に着目した成因的気候区分を考案した。前島以降は1967年に降水量の多い時期、梅雨、終林の発言時期の地域差に着目した気候区分を考案した。また、小泉和也、加藤博士のは2012年に月平均気温、月降水量、 つ日照時間に着目し、多変量解析により14のゾーンに分類し、大きく見ると、日本海側、太平洋側、その中間の3つに分けられるとした。一方、草薙博氏は2016年に、飛行水量の平年値などからクラスター分析を用いて、日本をたう地域と、小う地域の2つに対別し、たう地域をさらに区分した3地域区分が、 降水量をもとにした区分だとし、さらに区分地域の面積も考慮し、日本を9つの気候に区分することを提案した。日本には5つの気団が影響を与えている。それは、冬に、シベリア高気圧を発生させ、季節風を吹かせて、日本海側に雪を降らせる、シベリア気団、小笠原高気圧により、日本に多湿な夏をもたらす小笠原気団。 小笠原気団とぶつかり自由前線を形成し、山瀬や関東地方の北東気流による悪天を、もたらすは宝塚海気団、春と秋に移動性高気圧により、日本に高天をもたらす、洋子高気団、そして台風として、日本に接近し、日本付近にある前線に気流が流入すると、集中豪雨をもたらす、赤道気団である。また、日本の上空には、変成風が常に吹いているので、 天気は概ね、西から東に移り変わる。そして、日本付近によくできる前線は、寒帯前線帯の一部だと考えられる。また、エルニーニョ現象が発生すると、西太平洋熱帯地域の海水温が下がり、積乱雲が発生しにくくなることで、夏に太平洋高気圧が発達しにくく、低温、過小になる傾向があり、冬は、 西高東低の気圧配置が弱まり高温になる傾向がある。ラニーニャ現象が発生すると西太平洋熱帯地域の海水温が上がり積乱雲の活動が活発化することで夏に太平洋高気圧が北に勢力を伸ばしやすく高温に冬は西高東低の気圧配置が強まり低温になる傾向がある。このか、インド洋の海水温が高くなると インド洋から赤道付近の西太平洋に低気圧が発生し、そこに向かってフィリピンの東方から北東の風が吹くことで、フィリピン付近で下降気流が発生して積乱雲の活動が活発でなくなり、さらには太平洋高気圧が北に張り出しにくくなって、沖縄、奄美で高温、北日本で過小、タウになる傾向がある。春先には、 海水温の高い赤道近くの海域で発生していた台風は夏になると発生海域がやや北側に移る。台風の日本への接近は75%が7月から9月に集中していて移動コースは季節ごとに異なり7月や8月は南日本への接近、上陸が多い。しかし沖縄県には4月でも稀に台風が接近することがあり5月には 台風の季節が沖縄県のみならず小笠原諸島でも到来する。初夏から成果にかけ太平洋高気圧が日本列島の南西側にまで張り出しているような味気は台風が進路を東に変える天候点は沖縄や台湾周辺になるのに対して勢力が弱くなる晩下以降はそれよりやや東側になる。このように台風は 太平洋高気圧の外周をなぞるように進む。台風は9月以降、番下から初周にかけては、日本の南東海上から北西に進み、日本付近に到達する進路を取り、中緯度に到達すると、偏西風のために進路を東向きに変え、さらに北上する。小笠原高気圧の円の張り出し具合は9月頃に、ちょうど日本にかかるため、日本を直撃する。 大きな台風は9月に来ることが多く、昭和の三大台風のように甚大な被害を与えた台風はどれも9月に上陸している。なお、1981年から2010年の平年値によれば、年間の台風の平均発生数が25.6個であるのに対し、中心が日本の気象干渉のいずれかから 300km 以内に、 入る接近をする台風の都市平均個数は11.4回、九州、四国、本州、北海道のいずれかの海岸線に達する上陸をする台風の都市平均個数は2.7個である。日本に接近してくる台風の東側で吹く南から北へ向かう風が暖かく湿った風を梅雨前線や周雨前線に送り込みむことで前線に達して、 上昇する空気が暖かく湿ったものになり、雲に含まれる水分が増すことで、梅雨前線や周雨前線を活発化させ、日本列島に大雨をもたらすことがある。1971年から2000年平年値による、日本の都市平均気温の地図1971年から2000年平年値による、日本の年光水量の地図日本全国での平均気温の実際の値は、 正確な見積もりが難しいこと、正確な値が求まったとしても、気候変動の監視上、その数値そのものにはあまり意味がないことを理由に、気象庁は算出していない。参考として、アメリカ合衆国の民間企業、キャンティアソシエーツ LLC は、日本の二百九都市の四十一年間のデータから、求めた、日本の平均気温は、摂氏十三点九度、平均最高気温は、 摂氏17.6度、平均最低気温は摂氏10.1度としている。日本の各地の平均気温は、札幌で摂氏8.9度、仙台で摂氏12.4度、東京で摂氏16.3度、大阪で摂氏16.9度、福岡で摂氏17.0度、那覇で摂氏23.1度などとなっている。日本では全般に降水量が多く。 1976年から2005年の平均値では世界での年間降水量の平均は807ミ、mm、リメートルなのに対し日本平均は1690ミ、mm、リメートルと約2倍ある。ただし気象庁は年降水量の実際の値を平均気温と同じ理由で算出していない。参考としてキャンティアソシエーツ LLC は 日本の185都市の56年間の年降水量から日本の平均降水量を1716.6ミ、mm、リメートルとしている。降水量は地域によって約1000ミリメートルから3000ミリメートルを超える範囲まで変動する。日本は中緯度地方にあるため春、夏、秋、冬の四季の違いがはっきりと現れる。ただし梅雨と秋林を含めて6期とみなす方が 適切だと考える人もいる。季節変化の主な要因は太陽高度の変化による気温変化であるが、日本がユーラシア大陸の東岸に位置するため気温の年角差が大きくなり、同緯度の他の地域と比べてみても冬季の低温が顕著である。低気圧と移動性高気圧が交互に日本を通過する春の気圧配置。日本海低気圧がもたらす、その年初めて吹く。 南寄りの強い風が春一番であり、これが日本の春の到来を象徴する。ただ、期間が2月4日頃の立春から3月20日頃の春分に限られているため、毎年全地域に吹くのではなく、観測されない年もある。例えば、中国地方では2012年までの10年間のうち5年で春一番が観測されていない。冬季に 日本上空を覆っていたシュベリア気団が北に退くと、上空付近で発達した暖かい気団の一部が、離れて上空のジェット気流に運ばれる方面から来る移動性高気圧となり、日本に接近する。移動性高気圧に覆われている間、晴れた日の朝に放射冷却で強く冷え込むことがあり、花冷えや寒の戻りという、時には遅じもが降りることがあり、 育ち盛りの農作物に大きな被害をもたらす。移動性高気圧に覆われている間は穏やかに晴れるが、その西側には低気圧があるので、晴れは2から3日しか続かず、曇りや雨になることが多い。そして、西には次の高気圧が控えていて、天気は3から5日程度の周期で移り変わる。桜が咲く時期には低気圧が来ると高層雲などで、 空一面が曇ることがよくあり、低気圧に伴う前線の通過による降雨ごとに気温が上昇していく。また、菜の花が咲く頃に、くずついた天気が数日続くことがあるが、明確にある年は少ない。5月には、日本海や北日本を通過する低気圧が台風並みに発達することがよくあり、全国的に強風が吹き荒れる、メイストームが起こる。 このような嵐をもたらす低気圧は移動速度が速い。一方、5月はまだ冬の名残が残っているため、上空に寒気が入って大気が不安定になり、広範囲にわたり雷雲が発達し雷雨や氷になることがよくある。中華人民共和国の黄土地帯やマ間間砂漠、ゴビ砂漠の細かい砂塵が冬季に乾燥し、 春の低気圧がもたらす上昇気流や強風で上空5000メートルから1万メートルまで舞い上がった黄砂は偏西風で運ばれて日本にも降下し指定障害をもたらす。2月から5月にかけて観測されることがほとんどだが西日本では7月から9月に観測されたこともある。日本に運ばれてくる黄砂は毎年100万トンにもなり、 一平方キロメートルあたりでは1トンから5トンの高砂が降下する。梅雨前線の北上と気団の様子春から夏に移行する過程で雨季である梅雨は一部の地域を除いてみられる。梅雨前線の停滞により、降水量が増加する上、日照時間が短くなる。5月中旬から下旬にかけ、 一時的にオホーツク海高気圧ができたり北高型の気圧配置になったりして冷たい気流が入り梅雨のようにくずついた天候になる梅雨の走りという現象が発生することがある。梅雨前線は海洋性の暖かく湿った季節風が大陸の高緯度側からの気団とぶつかり合って形成され日本付近では小笠原気団とこの時期にできるオホーツク海気団の勢力が きっ抗している。そのオホーツク海高気圧は、チベットやヒマラヤ山脈の間を流れている、Z 気流が季節が進むともに北上し、チベットやヒマラヤ山脈にぶつかるため、南北日本に分かれ、オホーツク海付近で合流したところに空気が集まる、ために下降気流が生まれ、高気圧が発達することにより生成される。沖縄では5月に早々と、梅雨入りしているが、 次第に北上した梅雨前線が6月上旬頃に日本南岸に停滞するようになると本州などでも梅雨入りする。小笠原気団とオホーツク海気団の間で梅雨は様々な表情を見せる。梅雨の前期はオホーツク海気団の影響を強く受け低温に小雨を伴うなどのぐずついた天気が長く続く陰性の梅雨になりやすい。 東日本や北日本では陰性の梅雨になりやすく、北東気流が流れ込み、梅雨寒となるが、雨量は少ない。8月まで続いた陰性の梅雨が冷夏をもたらすことが稀にある。一方、梅雨の後期には小笠原気岩の影響を強く受け、高温で晴れの日が比較的多く、降雨時には単位時間あたりの雨量が多い、陽性の梅雨になりやすい。 西日本では妖精の梅雨になりやすく、大雨で雨量が多くなる。このほか、雨が例年より少ないから梅雨になることもあるが、それは、小笠原高気圧の勢力が強かったために、例年より早く梅雨前線が北上し梅雨が明けたり、逆に、小笠原高気圧の勢力が弱すぎて梅雨前線が南に離れている期間が長かったりした場合に起こる。 梅雨の末期になると、小笠原高気圧の縁を回り込むように湿った気流が入りやすくなるため、梅雨前線が活発になり、大雨となることが多くなる。オホーツク海高気圧は、Z ット気流がさらに北進することで勢力を弱め、小笠原高気圧の勢力が強まって梅雨前線を押し上げると梅雨明けとなる。梅雨前線が北上せず次第に弱まり消滅したり、 梅雨明けしたと思われた後逆戻りしたりすることもあり、梅雨明けの判断は難しいため気象庁が行う、梅雨明けの発表は即日ではなく、後から推移を見てなされる。なお、エルニーニョ現象の年は、梅雨明けが遅い傾向にある。一方で、梅雨の前期から陽性の梅雨なら、小笠原高気圧が強く、梅雨明けが早まりやすい傾向にある。ところで、立秋を過ぎると秋めいてくるので、 夏になることを意味する梅雨明けは特定されず、本州の北端部に近づくほど、もともと梅雨明けが遅いのでこのような事態が起こりやすい。梅雨入りもはっきりしないと特定されないが、実際にそうなったのは、1963年の近畿地方と四国地方だけである。なお、北海道では、梅雨がないとされている。梅雨の期間での総降水量は、 小笠原高気圧の円を回り込むように流れてくる、湿った気流の影響を安い西日本の方が、東日本よりも多く、東京では、梅雨のイメージは地雨である一方、鹿児島県では土砂降りである。また、西日本では土砂崩れや洪水が起こることがある。南高北低の気圧配置梅雨明けとともに、日本の真夏は始まる。大暑の頃には、日本の大部分は、梅雨明けし、 本格的な夏の暑さを迎える。梅雨明けの直後は、梅雨明け10日といい、太平洋高気圧の勢力が強く気圧配置が安定しているので穏やかな晴天が続くことが多く、夕立ちも発生しにくいので、レジャーには最適だという意見もある。これは、梅雨前線を押し上げた、小笠原高気圧の強い状態が、小笠原高気圧の活動の強弱の周期。 つまり10日くらい続くためである。日本列島に張り出してくる、小笠原高気圧から暖かく湿った空気が、日本列島に入り、気圧の差が小さく、等圧線風の間隔が広いために風も弱いので、非常に蒸し暑くなる。風が弱い上に湿度が高いため、体感温度は熱帯地方を上回るほどである。さらに、高い湿度が、局地的に積乱雲を発生させ、 雷を伴い激しく雨が降る夕立が起こりやすい。夏の強い日射で温まった地上付近の湿った空気が強い上昇気流で上昇し雲となり上空まで達する積乱雲を作るのである。このような夏の典型的な気圧配置を南高北低型という。高気圧が東、シナ海や朝鮮半島にまで張り出し膨らんだ形になったり、 副次的な高気圧ができたりすると、ほぼ無風になり、高気圧の勢力が強いので、天気もしばらく崩れず、西日本を中心に猛暑が続くが、このような気圧配置を、等圧線の形から、クジラの大型という。風が弱く日射が強ければ、昼間は海風、夜間は陸風という海陸風が、はっきりと現れる地域が多い。8月7日前後の立秋の頃が、最も暑くなる。 一方、日本に暑い夏をもたらす、気圧配置は年によっては崩れ、太平洋高気圧の勢力が弱いと、オホーツク海高気圧が北から張り出して長くとどまり、北海道や東北地方に山瀬と呼ばれる冷たい北東の風が吹き込む。そのような年には、梅雨前線の北上が進まず、低温や日照不足により、例外が発生する。また、 主に7月から9月には台風が日本に接近することがある。詳しくは台風を参照のこと。日本列島にとって秋はその上を覆う主な大気が太平洋高気圧からシベリア高気圧に入れ替わる時期だが9月前半はまだ夏の残暑で熱帯夜や真夏日になることもあり、これを残暑と呼ぶ。特に厳しく感じられるのは9月になり、一旦は 秋の涼しさを感じた後にぶり返す摂氏30度を超える残暑であり、これがたびたびある。小笠原高気圧が8月後半に次第に勢力を弱め南に退いた隙間に大陸から冷涼な移動性高気圧が日本の北側にやってくるとき、移動性高気圧が北側へ偏って移動してくると、北の冷たい秋の高気圧と南の暖かい夏の高気圧がぶつかることで、 周雨前線という前線ができる。周雨前線がもたらす秋の長雨を秋雨と言い,い、東アジア各地で見られる梅雨とは異なり、日本固有の現象である。東日本では、梅雨より、秋雨の時期の方が、降水量が多く、大雨になりやすい。低気圧が去り、高気圧に覆われ始めた秋の気圧配置初周には、移動性高気圧と低気圧が、 交互に到来するので秋晴れは2から3日しか続かないが10月になると秋が深まってきて太平洋高気圧がさらに後退すると日本は中国大陸からの大きな移動性高気圧に覆われて晴れることが多くなる。秋が深まるにつれてだんだんと秋晴れの日が増えてきて大陸で次から次へと生まれる移動性高気圧が東西に2つ以上連なった形をした。 体調高気圧には目立った気圧の谷がないので、1週間以上続くような長期間の秋晴れをもたらす。移動性高気圧は低温で乾燥した空気を運んでくる上、直前に通過した低気圧が大気中のゴミを払っているので、澄み渡った爽やかな秋晴れとなる。晩秋になると、冷たいシベリア高気圧の一部がちぎれて移動性となり、北から南下するようにやってくるために、 移動性高気圧により晴れてはいるが空気が冷え渡る、日もあるなど、秋が深まり冬に近づくにつれ、冷たい移動性高気圧が増えていく。その秋一番の頃に吹く小枯らしを、小柄子一号といい、春一番と同様、宣言される基準が決まっており、その発表は季節が秋から冬へと向かい始めたことを象徴する。ただし、関東地方では10月半ばから11月末まで、 近畿地方では10月23日頃の走行から12月21日頃の当時までと決められた期間内に基準を満たせなかった場合は発表はなく、東京では発表がなかった年が1951年以降2018年までに5回ある。日本を通過した低気圧が東の海上で発達し、シベリア高気圧の一部がちぎれるようにして移動性高気圧となったものが、 日本付近に移動してきたとき、一時的に成功到底の冬型の気圧配置になり、木枯らしが吹くが多くの場合、その後すぐに移動成功気圧に覆われ穏やかな秋晴れに戻る。このようなパターンは晩秋から何回か繰り返され、低気圧の通過時に寒冷前線も通過し気温が下がるので、徐々に真冬の気温になっていく。 その小らしと関係が深いのが、秋の終わりに降ることがある冷たいにわか雨であるしぐれで、日本海側を吹き渡る寒気が暖流でしたから、温められ、積雲となり、太平洋側に移動する過程で、断続的に上陸してきては、日本海側、京都盆地や福島県、岐阜県、長野県などの山沿いに降雨をもたらす。また、このような低気圧と高気圧の関係と気温の低下は、 高層の気圧の谷と深く関係し、気圧の谷の東側に、地上の低気圧、西側に移動性高気圧が発達するので、低気圧通過に伴い上空の気圧の谷の寒気も、南下する。そして、小枯らしが吹き始めた11から12月上旬の晩秋から初冬にかけて、東北以南では、日向で過ごすと、春のようにポカポカした陽気になることがあり、小春日和という。 西高東低の気圧配置であっても、等圧線の間隔が広くなり、冬型の緩みが生じている場合があり、このような時に、風が弱く体感温度が高まることや、季節風が弱まると寒気が入ってこないので日中は、日射により、消温しやすいことから、小春日和が感じられることがある。移動性高気圧には、シベリア高気圧がちぎれて南下してきたもののほか、 超高方面で生まれ西から東へ移動してきたものも、あり、伴う空気の温度が異なるが、超高方面から暖かい移動性高気圧が来ると、特に目立った小春日和になり、シベリア方面からの冷たい移動性高気圧なら、夜間の放射冷却による冷え込みが重なり層が降りたり、欠表したりしやすいが、日中は気温が上がり小春日和となることもある。成功到底の気圧配置。 日本の冬は同じような天気が続くことが特徴で、気温は全国的に低くなるが、冬本番にも小春日和と同様なポカポカとした日和になることがある。日本の冬は西に冷たいシベリア港を気圧、東に低気圧があり、日本付近を南北に等圧線が狭い間隔で走る西高東低型が代表的な気圧配置である。 シベリアで冬に引く摂氏50度程度まで冷え込むと冷たく重いシベリア気団ができシベリア高気圧を形作るがシベリアの南方にあるチベット高原が寒気の流出を抑えるため日本へさらに強い季節風が流れ出るのである。冷たく乾いた季節風は日本海を流れる暖流の津島海流の上を渡る時に海面から豊富に水蒸気が補給され 暖流で下から温められて大気が不安定となり、積雲を発達させる。日本海を渡るにつれて発達していく積雲や積乱雲の列が気象衛星による画像で筋状に見えるのは上昇気流が生じていて、雲があるところと上昇した気流が加工し雲がない。ところが交互に並ぶためでこれらの雲が雪雲となる。 雪の多い地域の積雪は2月18日頃の雨水の頃にピークを迎える。特に猛烈に発達した低気圧が現れると北日本では暴風雪や大雪となり全国的にも暴風が吹き荒れることがある。雪雲がぶつかる鉱山や山沿いで特に雪が多くなる。日本海側に雪を降らせる雪雲は本州の中央に立ち並ぶ。 石稜山脈に遮られ、一部の例外を除いて、太平洋側には来ない上、雪を降らせ、山を越えた季節風は乾燥しているために、日本海側とは逆に、太平洋側では乾燥した晴天となり、冷たい北西の風が山を越えるときに、フェーン現象で温められると、太平洋側では冬とは思えない、穏やかな晴天になる。ただし、太平洋側でも、 石稜山脈の標高が低い地域では降雪があり、東海道新幹線沿線でも関ヶ原町では降雪が多い。東京でも太平洋側での温帯低気圧の移動の影響で雪が降ることもある。日本で寒波に襲われていると言えるかどうかの目安としては500ヘクトパスカル高層天気図に現れる上空約5000メートルの気温で低。 摂氏35度や低摂氏40度の寒気が日本上空にかかっているかどうか挙げられ、そのような場合は日本海側では里雪型の大雪となる。上空でゆっくりと東へ動く。寒気を伴った気圧の谷が日本にかかると上空の寒気が来て寒波をもたらし、特に上空の寒気を伴った気圧の谷の一部が血にれ、孤立している場合は寒冷渦といい。 停滞しやすいために大寒波をもたらしやすい。一方、太平洋側での降雪のパターンとして、東、シナ海で発生した低気圧が発達しながら、日本の南岸をかすめ通信していくもので、このような低気圧を南岸低気圧といい、雪をもたらすのは、温帯低気圧の南側では、南寄りの風が吹き暖気を呼び込んでいるが、北側では主に北寄りの風が寒気を呼び込んでいるため、 南岸低気圧が八丈島の南を通ると雪になる可能性があるが、あまり南では降水量域から外れてしまうし、八丈島の北を通れば暖気を呼び込むために気温が上がり雨となってしまい、地上付近の気温が摂氏3度より高ければ雪は落ちてくる途中で溶けてしまうなど、南岸低気圧の深度も気温も微妙なところで雨と、 雪に分かれるのでどちらになるか予測するのはかなり難しいが条件が揃えば4月になってからでも南岸低気圧による春の雪が降ることもあり予報が外れることも多く見受けられる初冬には晩秋と同じように日本海側などにしぐれが降る12月や1月は日本海側で降雪が多く太平洋側は晴天が多くなるが2月になると 日本の南岸に低気圧や前線が次々に現れ、太平洋側や南西諸島では、降水量がやや増えてきて、1月でも季節風が東、シナ海を渡ってくるために、九州西部や南西諸島では、降水量が増える。1月は、大陸からの冷たい季節風が強まり、日本の大部分は、再寒月を迎える。1月20日頃の大寒の頃に、 一年の最低気温が観測されることが多い。以下に、関口武志の気候区分による気候区別の気候の特徴を記す。太平洋側の気候の特徴は、太平洋から吹く南東の季節風により、夏には雨が多く、冬には雨が少ないことである。日本海側に大雪をもたらした冬の季節風は、赤稜山脈を越えると乾燥した風になり、 太平洋側に快晴をもたらすのである。なお、冬は南岸低気圧の接近によって雪が降ることがある。東部、北海道型北海道全体について言えることは、便宜的にこのセクションに記述する。北海道には、梅雨がなく、降水量が少なく、夏も涼しく、冬の寒さの厳しいことが特徴とされる。欠片の気候区分では主に冷体に属する。 北海道の冬の平均気温は摂氏0度未満となる。北海道の平均気温は周囲の海水温が低いことも影響し、南仏などのほぼ同位度の大陸西岸より低い。釧路市では年間の最高気温が摂氏0度未満となる日数は1981年から2010年までの平年値で44.7日、冬での平均日数は 同じ平年値で150.2日に上る一方、真夏日の平均日数は同じ平年値で0.1日である。一方で、北海道の内陸部では夏には気温が摂氏30度を超えることがよくあり、日本国内で最も年格差が大きい。北海道は、欠片の気候区分では大半が冷帯湿潤気候に分類されるものの、この地域には、 冷帯等気象雨気候も見られ、日高山脈や夕張山地に DFC 大雪山頂上にはツンドラ気候が分布する。雪は少ないが、夏の湿った季節風が親潮に冷やされて発生する海霧により、夏は晴れにくいため気温が上がらず、冬は特に十勝総合振興局管内で厳しい寒さが続く。ただし、内陸部は霧の影響を受けにくく、 帯広市の平均真夏日、日数10.5日は北海道の気象干所で咲いた降水量は少ないが9月には多くなる。三陸、上磐型仙台のウォンズ春は4月末には移動性高気圧に覆われるようになり、1年で日照時間が最多となる。春から夏にかけてはオホーツク海高気圧の張り出しにより、東寄りの山瀬が吹き、 何日も続くと例外をもたらす。残暑は短く、秋には、周前線が南下し台風の接近が多くなる。9月には、降水量が1年で最多となり、秋でも晴れると、霜が降りることがある。冬は、南部で積雪が長期間続くことは稀である。宮城県では、冬も寒さが東北地方の割には、厳しくない。東海、 関東型名古屋市のウオンズ関東地方では夏にはヒートアイランド現象による気温の上昇が顕著である。また埼玉県東部では秩父山地を越えた西風が吹き下ろすフェーン現象も相まって最高気温が上昇しやすい。これにより2007年には熊谷市で当時の国内最高気温記録を更新する摂氏40.9度が記録された。同地では 2018年に摂氏41.1度が記録され、国内最高気温記録を更新した。両地方とも秋に降水量が多い。北東気流は三陸沖を渡るとき、水蒸気を補給されながら関東地方に吹きつけてくるため、他の地方は晴れであるにもかかわらず、関東地方だけぐずついた天気になることもある。 南岸低気圧による降雪の際は、南岸低気圧がオホーツク海から冷たく湿った北東気流が流れ込んで雪をもたらすが、低気圧が通過する間の短時間しか北東気流は流れ込まないので、雪は一日で、闇、天気が早く回復することがほとんど。また、冬の関東地方に吹く冷たく乾燥した風をからっ風という。さらに、関東地方では、 大陸からの交差がやってくると、関東ローム層から巻き上げられた粉塵と混じり合い、空が一層濃い気褐色になるまた、愛知県尾張地方では、関ヶ原町付近を越えてくる、季節風により、降雪が多くなる。夏には、岐阜県美濃地方で高温になることがあり、田治見市では、フェーン現象により2007年8月16日に、日本における、 当時の最高気温記録を更新する摂氏40.9度が記録された。中央港原形長野市の右ンズ全域において降水量は少なく年格差は大きい。長野市での年格差は北海道内陸部に次いで大きい。年間の降水量は山梨県の盆地で約1000ミリメートル。長野県の千曲川沿いでは特に雨が少なく1000ミリメートルを下回る。これは 同等に次ぐ少なさである。この子のように雨が少ないのは周囲を山脈に囲まれていて台風、低気圧、前線などの影響を受けにくいからであり日照時間も長い。また年格差や比較差が大きいのは海の影響を受けにくいからである。夏は暑くなるが湿度が低い上夜になると涼しくなり熱帯夜になることはほとんどない。冬の最低気温は 長野県中部の盆地では低、摂氏15度以下になることもあり、標高1000メートル以上の高原では最も寒い2月、上旬の最低気温の平均は低、摂氏14度から低、摂氏10度と、北海道並みの低さになっている。冬の天気は、長野県北部では、季節風の影響により雪の日が多いが、長野県中部、南部の平地では、晴れの日が多く、 南岸低気圧による雪となることもある。山梨県は西部や北部の山間部を除いて冬型の気圧配置による雪は稀で南岸低気圧による雪が多い。近畿地方太平洋岸や南四国では週ではなく梅雨の時期の降水量が1年で最多であるのが東海地方以北の太平洋側とは違う特徴である。三重県の大和市から 大台ヶ原山系にかけての一帯は、日本国内でもかなり降水量が多く、大和瀬市の降水量は、年間約4000ミ、mm、リメートルに達する。高知県東部の魚柳瀬地方も、年間4000ミ、mm、リメートルという、やはり、日本でも、有数の降水量が多い地域である。そこまで行かなくとも、南四国は、秋の降水量が、日本で特に多い地域の一つである。そして、 高知県の文後水道に面した地域などでは雪が多い。そして足摺岬や室戸岬などの岬などでは年中風が強い。伊豆諸島は国内有数の強風地帯で黒潮の影響で温暖タウの海洋性気候となっていて降雪はほぼない。九州地方南部は台風の襲来が多い。熱来により1971年から2000年までの 平年値では、宮崎市が6月から9月までの雷日数が17.9日と、日本最多である。高知県四万都市の江川崎では、北西の風による、フェーン現象に、海風の入りづらさが加わるため夏の暑さが厳しく、2013年には、当時の日本国内での観測史上最高気温である、摂氏41.0度を記録した。また、 伊豆半島では、黒潮の影響により、温暖、和歌山県でも、年角差が小さく、温暖である。伊色崎付近、和歌山県沿岸部、高知県の半島部、島原半島南端、宮崎県南東部、鹿児島県沿岸部には無双地帯が見られる。福岡市の右温津梅雨の降水量は、週の時より多く、これは、南四国や近畿地方太平洋側と同じである。 福岡市のように日本海や島海峡に面した地域の気候は冬は降水量が少ない点では太平洋側気候に近いが運量が多い点では日本海側気候に近いという特性がある日本海側の気候の特徴は北西の季節風により冬に雨や雪が多いことである冬の日本海側で降る雪のパターンとしては季節風が 赤稜山脈にあたって初めて大雪を降らせる雪雲となるために山沿いで大雪となる山雪と海上ですでに大雪をもたらす雪雲となるために平野部でも大雪となる里雪がある世界有数の豪雪地帯であるまた本州の日本海側が世界有数の豪雪地帯である理由は冬の季節風が冷たいのに対し日本海が暖かいため空気中に 水蒸気と熱が供給されるため、オホーツク型この地域で見られる DFB 以外の欠片の気候区分の気候区には、知床の山間部にある DFC が挙げられる。この地域には、冬の約3ヶ月間、流氷が接岸する。年によっては、根室海峡などを通過して、釧路市沖、さらに、襟も岬を越えて、日高振興局管内の沿岸に達したり、 レブン島やリシリ島に流れ着いたりすることもある。アムール川から流れ込む水は、海水よりも塩分濃度が低い分だけ、密度の低いため、海水面付近に塩分濃度の低い層を作る。ここで冷気によって海面が冷やされた場合、塩分濃度の低くて、軽い水の層の下にある海水とは、対流が起こりにくいため、海面付近の海水温が急落して流氷ができる。そして、 塩分濃度の低い水に、シベリアからの冷たい季節風が吹き込むことで海水が凍結しやすくなり、オホーツク海では他の欠氷海域よりかなり低緯度で流氷が発生する。欠氷すると小さな高気圧が発生しやすくなったり、海から蒸発する水蒸気が減って雲ができにくくなったりして晴れると放射冷却が起きて低温になる。夏。 冬ともに乾燥した季節風が吹き込むため、降水量は少なくなっている。ただし、数年に1回程度の頻度で、地吹雪に襲われることがある。東北、北海道型札幌のうンズ北海道で、この気候区に属する地域において、DFB 以外に見られる、欠片の気候区分の気候区として、札幌市内のリーフ、まさ半島から、 お島半島にかけての沿岸部の温帯湿潤気候、室蘭市や襟裳町、奥尻島、道南の沿岸部の西岸海洋性気候、車庫コ半島先端部の地中海性気候、向川町付近の冷帯東気象雨気候が挙げられる。寒さは、盆地にある上川総合振興局などで特に厳しい。旭川市では、1902年に引く摂氏41.0度を記録しており、 これは日本での観測史上最低気温である。一方、北海道西部の夏は高温、晴天が続く。北海道西部の太平洋側は、雪が少なく、津島海流の影響を受けて温暖である。東北地方日本海側の夏は、秋田県北部の一部を除いて、山瀬が大雨山脈に遮られるため、晴天が続き、太平洋側より高温になり、フェーン現象により、 気温が高くなることがある。フェーン現象により、山形市では1933年に接し40.8度を記録し、2007年まで日本の北部に位置しながらにして、日本における最高気温の記録を保持していた。また、東北地方日本海側の山形県、村山地方では、北部を除いて、降雪量、降水量は少ない。 北海道日本海側では冬に風雪が激しく、幌加内町では年間に平均1348センチメートルもの雪が降り、札幌でも597センチメートルの雪が降る。オホーツク海沿岸の流氷は、北海道日本海側の雪の降り方にも影響することがある。北西の季節風と発甲田山を迂回する南西の風により上昇気流が発生するので、 青森市の年間の降雪量は日本全国の気象干渉で最も多い。また、カナダのメディア、ザ・リッチストは、青森市が年間312インチの雪が降る世界第1位の降雪都市であり、札幌市は年間191インチの雪が降る世界第2位の降雪都市であり、秋田市も年間108インチの雪が降る世界第8位の降雪都市であると報じた。 また、東北地方日本海側では、春先には黄砂による赤い雪が降ることがある。北陸、山陰型北陸地方では冬に雷が多く、これは、冬の季節風が暖流によって温められることにより、大気が不安定となることで積乱雲ができやすくなるためである。金沢市は、年間の雷の観測日数が1981年から2010年までの、 平年値で42.4日と日本で最多である。また、北陸では春先に赤雪が降ることは、東北地方日本海側と同じ。石川県の都地方は、冬の積雪が比較的少ない。一方、新潟県では特に降雪量が多く、1月から3月までの降雪量は、降水量換算で10日町では1000ミリメートル。 上越市や長岡市でも7 0 0、mm、トルから9 0 0、mm、トルに達する。カナダのメディア、ザ・リッチストは、富山市が年間143インチの雪が降る世界第3位の豪雪都市だと報じた。また、富山湾では毎年十数回新規論が見られる。この発生理由を、富山湾に流れ込む雪どけ水により、海面に冷気層ができるためとする文献もあるが、 富山大学の研究によれば、富山湾の海水温は、周辺のそれより特に低いわけではなく、新気楼発生の理由として不十分であるとされた。兵庫県北部では、フェーン現象により時には最高気温が、摂氏37度以上になることも、珍しくない。京都府足市地方や滋賀県湖西地方北部、道県湖北地方には、豪雪地帯がある。冬の雪は、 島根県では西部より東部に多く強い寒気団が朝鮮半島を通過する際に季節風が分流され、それが日本海で合流し雪雲となって平野部に達するために大雪となることがある。なお山陰地方では冬の雪や曇りの日の多さは北陸地方ほどには多くない。また山陽とは気温に摂氏1度から摂氏2度の差が見られる。 年降水量は島根県西部の山間部と鳥取県東部で多い。大阪市の右ンズ一年中降水量が少ないのは中央高地型と同じだが、こちらは冬でも比較的温暖であり、香川県庄内半島には無僧地帯がある。降水量が少ないのは夏、冬ともに季節風によって運ばれてくる海からの湿った空気が山脈にぶつかって上昇した際に、 降雨や降雪によって水分を減らし比較的乾燥した空気が山脈から流れ下ってくるためで降水量は1000ミリメートルから1400ミ、mm、リメートル程度と太平洋側、日本海側のいずれと比べてもはるかに少ない。しかし、瀬戸内海では3月から6月にかけてイリュウギリと呼ばれる霧の発生が多くなる。そもそも冬から夏にかけて海水温は 気温より遅れて上昇するので、暖かく湿った空気が冷たい海水により冷やされることに加え、陸地に囲まれていて湿気が溜まりやすいという条件も重なり、気温が水温より高い時期に霧が発生しやすいので、ある。また、聖火器、沿岸部では夕凪による無風で耐えがたい暑さになる、瀬戸の夕凪という現象が起こる。一方で、奈良県の大和盆地や大和高原は、 内陸性気候で、比較差や、年較差が大きい。那覇市のウオンズ気温は、冬でも摂氏15度以上を保っている。このため、両地域とも、亜熱帯気候だとされる。台風の接近数の平年値が、沖縄地方では、年間7.4個、小笠原諸島では、年間5.4個、奄美地方では、年間3.8個に上る。南西諸島が多多質な気候である。 初春には、東、シナ海低気圧が急速に発達しながら、沖縄付近を通過することがあり、現地では、ニングアチカジマーアイと呼ばれる。本州より約1ヶ月早く、5月には、梅雨入りし、6月下旬には、梅雨明けとなる。夏は、四方を海に囲まれていて、湿った海風が吹き込むことにより、空気が冷やされるためや、ヒートアイランド現象による気温の上昇が少ないため、 気温が摂氏35度を超えることはほとんどない。また、最短月は7月である。一方で、熱帯夜、真夏日に数の平年値は日本で最多。8月から9月にかけては台風の接近数が多くなる。沖縄地方は、8月から9月は台風が転向しやすい太平洋高気圧の円に位置し、最盛期に通過することが多いので、数日間にわたり、 影響を受けることがある。10月頃、周雨前線が九州の南方へ交代すると、北東から冬の季節風が吹き始め、これを、三井西という。冬は季節風が東、シナ海を通るときに湿気を多く含むので、曇りや雨の日が多くなる。雪、みぞれが降ったのは、1977年の久米島、2016年の久米島と名護市のみである。 また、尖閣諸島、石垣島などは熱帯雨林気候となっている。父島が多次は存在しない。これは、梅雨前線は小笠原諸島の北に現れることが多いためで、降水量は父島では5月と11月に多い。気象庁で小笠原諸島の梅雨入り梅雨明けの発表をしないのは、日照が少なくなり、タウとなる期間が他の地域の約6週間に対し、 小笠原諸島では5月半ばから6月初めにかけての2、3週間と短く、その上太平洋高気圧の動向により、ほとんど現れない年もあるためであると説明されている。南西諸島より年格差は小さく、より海洋性気候の特色が強い。また、父島では冬から春には前線の影響で強風となることがある。中西代ジュラ気候期から、 白秋初期にかけての日本の植物群は外体、つまり太平洋側で乾燥気候を好む内体、すなわち日本海側で湿潤気候を好むものが分布していたが、白秋中期になるとはっきりしなくなった。北海道や北部、九州などの植物化石の全緑葉率による推定では新生代になり、湿疹予中期には北部、 九州や本州西部の平均気温は摂氏21度前後、北海道においてすら摂氏17度ないし摂氏18度ほどに達していたが、その午前深夜の中盤には北海道の平均気温は約摂氏7度、本州西部と北部九州でも急速に寒冷化し、年格差も増大した。ただし、この間の前深夜初期の化石には、 圧室の常緑場が含まれたものが多くあるので、この時期には短期的な温暖化が見られた可能性があるし、同予行期には全力用率による推定から西日本においてやはり温暖化があったと見られている。そうとはいえ、新第三期に入った中心予の最初期には本州でも平均気温は摂氏8度ほどにとどまっており、中心予初期の終わりには一旦 本州の平均気温が、摂氏16度ほどまで上昇し、南北の平均気温の差も最大となったが、その後は気温の変動が若干あったものの、寒冷化が再開し、先進予の終わりに至った。そして第四期が幕を開け、後進予が始まったが、寒冷化は続き、後進予前期には一層寒さが厳しくなったことが、大阪総軍、すなわち、京都市から大阪市を経て、 神戸市に至る丘陵地の地層の化石からわかる。ところが、更新予中期には、北海道にも杉やブナが自生するほど温暖な気候となり、それでいて、リス氷期には氷河が日高山脈などに発達した。日本での最終氷期の開始時期は、12万年前、コロナと考えられており、これは杉属の花粉が南東北以南の低地で増加する時期に基づいた。 ものである。気温は、おおむね1975年時点より摂氏8度、低かった。具体的には2015年時点の秋田県南部と、当時の九州南端がほぼ同じ気候だったことが、タブノキの分布北限からわかる。最終表記の前半の基礎山脈の氷河をもとにした、亜表記には、約5万年前を中心とする中央諸国一期と約4万年前を、 中心とする中五諸国に基とがあり、杉属の化石が連続して出現することから、この時期の気候は湿潤だったと考えられている。この二つの亜表記の間には、花粉の変化がこれらの国よりも大きかったことから、ギリシアやフランスよりも顕著だと考えられている、南東北以南の低地で、ブナ属、コナラア属の花粉が、杉属のそれと同じように多く出現することに、 特徴付けられるアカン表記が見られたが、ブナ族は積雪に適応した族であることから、積雪量は多かったと見られ、アカン表記は4.1万年前には不安定となり、その後3.3万年前には乾燥、低温が顕著になって、次のア表記に突入したことが、次の分布の縮小から判明している。そして、最終表記再生期に入るわけだが、 日本におけるその時期は、福井県の三方向において、津賀族、東皮族、五葉松ア族の花粉が増加した2.3万年前から2.0万年前の間、もしくはやはり津賀族の花粉が急増し、杉族の花粉がほぼなくなった1.8万年前から1.7万年前の間が該当すると考えられており、ンタイの植物である赤ガシア族やエノキ族、 無垢の貴族の花粉が増加した1.9万年前、前後は比較的温暖であったと思われる。なお、最終氷期最盛期により森林体の変化が顕著に見られるのは関東以南の低地では2.1万年前であるが、北海道などではおよそ2.5万年前からである。最終氷期最盛期が終わり、気候は温暖化したことが、津賀族の花粉が減少したことからわかるが、 ブナ族の花粉の増加状況から、冬の積雪量が本格的に増大したのは1.2万年前以降だったと考えられている。このように、同じ森林帯でも種の割合が間質により変わったので、最終表記の日本の気候は間質の変化が寒暖の変化より大きかったと言える。なお、 北海道から山陰にかけての広い範囲で積雪があったことから最終表記当時も北西の季節風はあったと見られ、周表が地形から読み取れる気候区分も北海道北部に日本海側の気候がなかった以外はほぼ現在と同様と見られる。その後、1万千年前から1万720年前まで表記の状態に逆戻りしたヤンガードライアスは、 日本でもあったことが知られている。この頃には、暴走半島沖の太平洋の海水温も、有効虫柄の酸素の同位体比から2004年時点より、摂取5度から摂取9度低かったと考えられている。日本の年平均気温は、ヒップシサーマルの時期、2015年時点より、摂取2度ほど高かったと見られ、海面も上昇した。有のの同位体比からの推定では、 暴走沖の太平洋、日本海とも、9500年ほど前には高温になり、9000年ほど前には低温になった。杉属、椿属、敷海属の花粉が増加していることから、8500から8000年前には本格的な湿潤気候となり、気候も海洋性になったとわかり、この原因は海面上昇により、 津島海流が容易に日本海に侵入できるようになったことである。暴走沖の太平洋の海水温は6000年前から5000年前にかけて高くなり、日本海の海水温は6500年前以降高くなったことが有効虫の酸素の同位体比から判明している。ネオグラシエーションにより、紀元前3500年から紀元前3000年頃まで冷量、湿潤な気候となった。 また、風性砂丘の形成からも、紀元前3000年期初頭の寒冷化が確認できる。湿潤な気候であったことは、次が平野に生息していたことからわかる。その後、約3000年前に寒冷化があったことが、砂丘におけるクロスナ層の形成から判明しているほか、同じ根拠で、約4000年前にも寒冷な時期があった可能性がある。また、 約杉の年輪の炭素の同位体比から、その後、1世紀には温暖化が始まり、4世紀から5世紀、初頭、6世紀初頭からの約100年は温暖で、5世紀初頭より、あと、6世紀初めまでと、7世紀初めから、奈良時代初期までは寒冷だったと判明している。同じ根拠で、六世紀初めからの温暖期は、中世温暖期と同等の高温となり、五世紀初期からの、 寒冷期は、弥生時代の終わりと同等の低温で、7世紀初めからの寒冷期は古代日本で最大のものだったが、後の商標期には及ばなかったこともわかっている。8世紀半ばには、ヨーロッパにおける中世温暖期と時を、同じくして12世紀あるいは13世紀まで続く温暖化が始まったことが、薬杉の炭素の同位体比からわかっており、干ばつも増えた。 風水害もやや増えたが、薬杉の炭素の同位対比から9世紀初めには寒冷化が短いながらもあったことが判明している。桜の開花時期や降水、降雪などの記録から、京都の冬の気温は12世紀には2016年時点により高かったかもしれず、13世紀または15世紀に中性温暖期が終了したと考えられている。一方、 別の研究では820年頃に平均海水温が高く990年頃には海水温が低かったことが海岸の堆積岩のコアに含まれるアルケノンの量からわかるため西日本には中性温暖期は確認できないとしている。京都の陶器の気温は降水比率が多いほど低温となる傾向を利用した推定では11世紀から16世紀にかけて徐々に 低下していると見られる一方、1360年代まで、夏季の気温は上昇を続け、その後16世紀にかけて低下した。ちょうど商標期に重なる1440年から1730年頃に、西日本の低温は顕著だったことが海岸の堆積岩のコアから。一方、諏訪湖の丘見渡りの記録からは、16世紀初めの大幅な寒冷化が推測される。 一方、同じ記録からは15世紀から17世紀は気温の変動が大きく、18世紀から19世紀には気温の変動が小さかったことがわかる。そして、江戸時代の半日記の記録から19世紀前半には顕著な寒冷化が見られ、現在の東京都八王子市の農家の天気記録から1780年代や1830年代には、 夏の気温も低かったことが判明している。日本におけるこの商標期の終了時期は、江戸幕府の天文方やオランダ人による気象観測の結果から存在が判明している1840年代から1850年代にかけて近年とほぼ同じ気温となった温暖期に位置づけられるだろう。日本の平均気温日本での気温の上昇傾向について、 地域環境研究センター大気環境モデリング研究室主任研究員の長島達也は全地球規模の地球温暖化のほかに都市のヒートアイランド現象大気の数十年規模の変動など様々な要素が組み合わさり起こっているものであるとしている気温日本は温暖化による気温の上昇率が大きい気と半球の注意度にあるため世界平均よりも大きく気温が上昇している 日本の平均気温は長期的には100年あたり約摂氏1.21度上昇している。この値は1898年以降観測を継続している都市化の影響が少ない地点を特定の地域に偏らないように選定した15カ所のデータを用いたものである。季節ごとでは春が100年あたり摂氏1.47度、夏は同摂氏1.11度、秋は 同接死1.20度、冬は同接死1.13度それぞれ上昇している。また、年平均1月、8月のいずれでも、最高気温より最低気温の方が大きく上昇している。1940年代までは比較的低温の期間であったが、その後上がり始め、 1960年頃に高温となり、その後1980年代半ばまではやや低温となり、1980代後半から急速に気温が上昇し、1990年代以降に顕著な高温を記録した年が集中している。また、日本の平均気温を求めるのに使っている15カ所の平均では、1931年から2012年までの間に、 それぞれ10年あたりで、猛暑日は0.2日、熱帯夜は1.4日増加している一方、冬日は2.2日減少している。RCP8.0 のシナリオでの2071年から2100年の平年値に基づいた日本での欠片の気候区分の予測、出典区分法は前に挙げた現時点のものと同じ。気候変動に関する政府間パネルの 第5次評価報告書では将来の気候を予測するのに温室効果ガスの排出量が多い順から RCP8.0、RCP6.0、RCP4.5、RCP2.8 の RCP シナリオが定められている。その各シナリオで日本の将来の気候についても予測されている。それによると日本の平均気温はいずれの地域でも上昇するが 低緯度地域より高緯度地域の方が、また、被災高気温により被災低気温の方が、わずかに気温上昇幅が大きいと予想されている。真夏日日数は平均 RCP8.0 で約50日 RCP2.8 で約10日増加し、新冬日日数は平均 RCP8.0 で約15日 RCP2.8 で約5日減少すると、 予想されている。真夏日日数の増加は、沖縄、奄美で、新冬日日数の減少は、北日本で特に著しいと予想されている。永久凍土日本には、富士山や大雪山、立山などに永久凍土が存在する。しかし、富士山の永久凍土は縮小しており、特に富士山の南側では2009年に山頂付近でも、 部分的に消失していることが確認されている。永久凍土の縮小は、陶器に気温の上昇により凍らせる能力が低下したためだと考えられる。生物季節観測日本では、四季がはっきりしており、各年の天候の違いや、長期的な気候変化を推定したり、気象が生物に及ぼす影響を把握したりするために、生物季節観測が行われている。 このデータからも秋、冬の訪れが遅く、春の訪れは早くなっていることがわかる。桜桜の開花は2005年までの50年間で平均約5日早くなっている。これは気温の上昇傾向が原因である。桜の花が遅く、前年の夏季に作られるとすぐに休眠に入り、冬季に桜の花が一定期間寒さにさらされると休眠から目覚める。しかし、 種ヶ島や八丈島など、もともと温暖な地域では、この休眠高が正常に行いにくくなり、かえって開花が遅くなるか、場合によっては、満開せずに花が散ってしまうようになった。今後の予測も研究されている。伊藤久典らによる研究では、温暖化が気象庁の予想するペースで進行した場合、2050年までには、千葉県、神奈川県、南九州、 南四国西部などで桜が満開にならなくなり、鹿児島県西部や種子島では開花しなくなる上、2100年には静岡県や長崎県の一部でも満開にならなくなる。また、ウェザーニューズ社によるシミュレーションでは、2100年に気温が最も上昇するシナリオで、2 1 1 0年には東日本、西日本の太平洋側で春に桜が開花する場所はわずかになり、 北海道では開花が約1ヶ月早まるとしており、平均的なシナリオでも20110年には開花が10から15日早まるとしている。紅葉会での紅葉日は1953年から2004年までに15.6日、以上では10.7日遅くなった。これは地球温暖化の影響とされ、10月の最低気温との相関が高い。 2015年現在のペースで温室効果ガスが増え続けた場合、江森翔太は2050年には京都市の紅葉の見頃がクリスマスの頃になると予測している。降水、降雪日本の平均年降水量の水位日本の降水量は1965年頃から少ない年が増えている。また、 降水量は1920年代中盤までと1950年代には多かったが、1970年代以降もしくはここ、20から30年は年ごとの変動が大きくなっており、今後も大きくなると予測されている。ただし、21世紀末は20世紀末より5%ほど、降水量は多くなり、特に北日本では優位に増加すると予測されている。また、 アメダスで観測した時間雨量 50mm 以上と 80mm 以上の回数は、それぞれ1976年から2016年まで20年、あたり20回、同2回の割合で増加しているが、アメダスの観測期間は短いので、地球温暖化との関連を判断するには、今後の観測データの蓄積が必要とされる。短時間の大雨は、今後も増加すると予測されている。 そのような中で、ほとんどの地域で、非降水量1.0ミ、mm、リメートル未満もしくは、無降水の日数が増加、それ以上の日数が減少しており、ほとんどの地域で無降水日数が増加する傾向は、今後も続くと推測されており、非降水量100ミリメートル、同200ミリメートル以上の日数は、いずれも優位に、非降水量100ミリメートル以上が100年あたり0.25日、 同2 0 0、mm、トル以上が同0.04日の割合で増加している。降雪量は1962年から2013年まででは毎年の変動が大きいが東日本日本海側では10年あたり12.3%西日本日本海側では同14.5%明瞭に減少しているが北日本日本海側では変化傾向は見られない。気温や 海水温が上昇すると空気中の水蒸気量が増えるため、北海道や本州の内陸の一部地域では、降雪量や最新積雪は増加するが、大部分の地域では、気温上昇で雪が雨として降りやすく、積もっても溶けやすくなるため、降水量や最新積雪は減少すると予想されている。都市関東地方各地の9月の平均気温の変化、東京の気温上昇が著しい。 各地で8月の平均気温が郊外より都市部で高くなっておりヒートアイランド現象が発生している。しかし、中小都市では100年あたりの気温上昇が摂氏1度程度、宇都宮や熊谷などではその2倍、東京や名古屋などの大都市ではその3倍を超えているなど、都市ごとの差が大きく、長島達也は大都市ではヒートアイランド現象が 気温上昇の主因となっていると考えても良いのではないかとしている。猛暑日についても、大いかけに日田市や熊谷など、それほど大規模でない都市で増加が大きい一方、大都市でもあまり増加していないところがある上、西日本で夏の気温上昇が著しい地点が多い。長島は、ヒートアイランド現象での日本の気温上昇は、冬季や夜間に主に現れるとしている。ハットによるもの。 温帯と冷帯が再寒月平均気温摂取零度で区分されていることに注意すること。発表されるのは関東甲信越、北陸から九州までの各地で、それぞれ少しずつ異なる基準で判定する。正確に言うと、成果の前に曇りや雨の日が多くなる年はあるが、不明瞭であり、毎年決まった時期に決まった期間現れるわけではない。ABCDE 宅観測所の記録としては、 徳島県伊田野郡無谷町で1923年に摂氏42.5度の記録がある。夏の最小受血の降水量が30ミリメートル未満という条件を含まずに当てはめたもの。気象台が委託した観測所での記録としては1931年、美深町での引く摂氏41.5度がある。伊豆諸島も含めた値。この中性温暖期という呼び方は 395年にローマ帝国が完全に分裂したことをもって中世の始まりとするヨーロッパの時代区分に基づいたものである。しかし、日本史で中世とされるのは12世紀末からの鎌倉時代以降なので、日本におけるこの温暖期を中世温暖期と呼ぶべきではなく、上述した縄文時代の気候災撤気に対し、気候詳細撤気、もしくは気候災漁期に対し、 気候最適期と呼ぶべきと吉野正都氏は主張している。ただし、この記事では、中性温暖期の名称が多くの日本語文献で用いられている事実を鑑み、日本におけるこの温暖期を中性温暖期と呼ぶこととする。ありがとうございます。